リュック・フェリーは、フランスの哲学者、政治学者、政治家。ブルディュー、ラガン、デリダ、フーコーラの5月革命世代の哲学を、反人間主義として批判した、68年の思想、メディシス賞を受賞した、エコロジーの新秩序などの著書で知られ、2002年から2004年まで、ラフ・アラウ内閣で国民教育賞を務めた。 リュック・フェリーは1951年1月3日、ラガレコロンブに生まれた。父・ピエール・フェリーは自動車製造、改造会社を営みながら、レーシングカーも開発し、さらに芸術家でチェロを弾くなど多彩な人物であり、母は専業主婦であった。リュックには兄弟が3人いる。学校は欠席しがちで、高等学校の最終学年で退学した後、 国立遠隔教育センターで教育を受けた。ソルボンヌ大学及びハイデルベルク大学に学び、哲学と政治学のアグレガシオン及び政治学の博士号を取得した。1977年から79年までアラス高等市範学校で教鞭を取り、77年から82年までランス大学、パリ高等市範学校、パリ大従大学及び、 パリ第一大学で講座を担当し、同時に80年から82年まで訓導の教員を務めた。さらに1982年から88年まで、リヨン政治学院の政治学教授、89年から96年まで、カーン大学の哲学教授を務めた。1985年に、アラン・ルノーとの協調で、68年の思想、現代の 反対人間主義への批判を発表した。本著は、九百六十八年の五月革命の精神を受け継いだピエール・ブルデュー、ジャック・ラカン、ジャック・デリダ、ミシェル・フーコーラの哲学を、反人間主義として、新哲学者の立場から批判したことで論争を呼んだ。とりわけ、マルクス、ニーチェ、ハイデガーなどのドイツ哲学やフロイトの精神分析の、フランスにおける需要、すなわち、 フランス流のマルクス主義、ニーチェ主義、ハイデガー主義、フロイト主義を批判し、ある思想を曲解、または神秘化することなく、真の批判哲学を打ち立てること、そしてそのための個人主義の復権を提唱している。同じく、アラン・ルノーとの協調で1987年に発表した68年から86年個人の、同定では68年の学生運動と86年の アラン・ドゥバケ高等教育大臣が提案した大学入学選抜の導入に反対する学生の大規模なデモを比較し、そこに現代の個人主義の進展の過程を見ている。1990年に最初の単調、ホモ・エステティクス、民主主義の時代における趣味の発明を発表した。フェリーは本著で趣味の形成と変容の歴史をたどり、 芸術の前提条件を検証することで、民主主義的個人主義について問い直し、個人の意思を申請する現代においてすら、共同体を支える、新たな価値を見出すことが可能であると主張する。1992年に発表したエコロジーの新秩序、樹木、動物、人間は、エコロジーの歴史を、ルソー、デカルト、ベンサムなどの著書における動物の権利の問題から、 ナチスのエコロジー、現代のディープエコロジーまで検証したフェリーの代表作であり、メディシス賞とジャン・ジャックル総賞を受賞した。1996年、人生に意味を与える、超越的なるものは存在するのか、キリスト教の役割は何か、現代社会の価値とは何か、自己実現の基盤となる価値とは何かなどの根本的問題を提起する、神に代わる人間。 人生の意味を発表した。以後も、ホモエステティクスを過筆修正した美しさの意味のほか、宗教、愛などをテーマとした哲学書、さらに後に政治家として活躍するようになると教育を中心に政治学に関する著書も多数発表し、合わせて、ガント、ニーチェ、ハイデガー、マルクス、フロイト、サルトルと実存主義、キリスト教、現代の哲学、神話、 ボヘミアンの哲学など10以上のオーディオブックを出版している。リュック・フェリーは政治的には中道であり、右派か左派かは重要ではない、与党の政治家との付き合いを少しも恥じていないと語り、また、ジャック・シラクはまともであって、これは政治家としては珍しいことであると評価している。実際、1994年に国民教育省の全国教育家庭審議会の 議長に就任したが、任命したのは当時国民教育省であった中道右派のフランソワ・アバイルーである。全国教育家庭審議会は学習指導要領の作成、教育についての総合的な概念や知識の発展への適用について勧告を作り上げる機関であり、フェリーは2002年まで8年にわたって議長を務めることになった。1997年からはさらに。 司法制度改革委員会の委員を兼任した。2002年5月7日に教育行政を担当する、青少年、国民教育、研究所として入閣した。ジャック・ラング国民教育省の公認であり、白区政権下、第1次、第2次、ラファラン内閣で2004年3月30日まで、務めた。非識字対策、少人数の学級編成、オルタナティブ教育、 強化横断的な学習活動、発見の過程の導入などに取り組んだが、教育省としての最大の課題は、教育部門の民営化、地方文献化であった。フェリー教育省は特に、公共サービスの効率化を図るという理由により、教育部門の公務員11万人の地方公共団体への転属を提案していたが、こうした一連の改革は、教育を営利事業とし、 民間企業のニーズに適応させることであり、公共教育機関の解体の企てにも等しいとして、フランス全土で大規模な抗議デモが行われ、デモの拡大に伴い、そのかなりの部分について妥協を余儀なくされた。フェリー在任中のもう一つの重要課題は、公立学校における来指原則の適用、すなわち、当時激しい論争を巻き起こしていたイスラム教の スカーフなどの宗教的表彰の規制であった。2003年7月にシラク大統領がベルナール・スタジオ委員長とする共和国における来指定原則適用に関する検討委員会を設置し、同委員会の提案を受けてフェリー教育省が非宗教の公立学校における目立った宗教的表彰の着用を禁じる法案を作成し、2004年2月4日に 国民議会に提出。2月10日に可決され、2004年3月15日付け法律として施行された。フェリー教育省は国民議会での演説の冒頭で、公教育における来種原則の適用は、まず、共同体主義の対等という現在の文脈において、検討し、その潜在的な悪影響を克服できるものでなければ、ならず、その上で、 共和国の伝統を考慮すべきであると論じている。リュック・フェリーはジャーナリズムでも活躍し、総合紙、エヴェヌモンド・ユジュリの哲学欄を担当した後、1987年から9年間、レクスプレス誌の編集員を務め、2004年から11年まで、TF1 参加のニュース専門局 LC の番組を担当。2010年から2019年まで、フィガロ紙のコラムを担当した。 政治活動としては、議会の諮問機関である経済社会環境審議会の委員、公民業務庁の副会長、社会分析審議会の議長代理を歴任した。フェリーは1997年からパリ第7、大学の出向教員であったが、政界に進出して、以来、多忙を極め、抗議を行っていなかった。当初は関連省庁により免除されていたが、 2007年8月に大学の自由と責任に関する法律が制定され予算、人事についての大学の裁量が拡大されたためバンサンベルジェ学長はフェリーに出向もしくは給与の払い戻しを要求した2011年6月にカナール・アンシェネガミがこれについてスクープを掲載した最終的にはフェリーが当時首相府が主管する社会分析審議会の 議長代理であったため、首相府が払い戻しを行うことになり、フェリーはパリ第7大学を辞任した。2011年、フェリーがテレビ番組で、ある元大臣がモロッコで小児性愛行為を行ったことを、当時の首相や政府高官から聞いたと発言したことで、波紋が広がった。当時の閣僚らはそうした噂は聞いていないと発言。逆にフェリーが事実を知っていたなら、 酷訴する義務があったと批判された。パリ検察局は予備捜査を開始し、モロッコの反省二性愛団体は酷訴したが、最終的にはただの噂に過ぎないとして帰却された。2019年1月、黄色いベスト運動に紛れて、極左や極運の過激派が治安部隊に対して暴力を働いていることについて、フェリーはラジオクラシックで 警察官は武器を使うべきだと発言したため、抗議デモ参加者の殺害を呼びかけたとして非難された。フェリーは黄色いベスト運動は当初から指示している。警察官の要請に応じて七姿勢兵器の使用を許可すべきだと言っただけであると説明した。2018年アカデミーフランセーズ会員の候補に挙げられ、第3回投票で29議席中6票しか得られなかった。 ミシェル・デオンの公認の3度目の選挙であったが、いずれの候補者も過半数の得票を得られず、新会員の選出には至らなかった。ありがとうございます。